国王は法律の上に存在し、法律の拘束を受けない。これを法律用語では君主の無等席というそうです。昔の日本の殿様、これもその例に当てはまるかもしれません。いや暑いの、はあ、殿はいかがなされた。散歩に出られました。散歩、はあ、バカ者が、はあ、なぜお前がご一緒におともせん。いや、たまには一人で歩きたいと殿が申されましたので。たわけたことを申してない。殿にもしものことがあったら何とする。バカ者が。殿、殿呼んだか。いつここにおわしました。あっちブラブラ、こっちブラブラ、ちょっとな。それは困りまするぞ。ささ、どうかあちらへお座りください。よしよしよし。あ、よっこらしょか。おんのい、そこは場所が違いますぞ。このわしは好きでな。そう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 、どうですか、うん、今日はじいからお話がありますぞ。なんじゃ、苦しゅうないぞ。殿はですな、普通のご身分ではございません。そうなります。もしも殿に万が一のことがありますと、我が藩の行く末はどうなります。よろしゅうございますか。おんのい、この座布団なんとかせねばなんねえぞ。これ、お貸しなさい。はい。我が藩の運命は一重にかかってこのご自身の運命でござりまするぞ。下がれ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 。お前は気が利かんな。もう殿、やはりお手伝いはおなごがよろしいござりまするか。まあそりゃそうだ。お前さんとこつかないです。これじい、はあ、これは新しいおなごか。あ、御意にござります。うーん、そうかそうか。よし、じい、布団を引け。そんなまた日がたこうござりまするぞ。でもいいではないか、苦しいことを言っちゃうまいわ。さあさあさあ、たまには殿落ち着いて。おこれも新しいおなごか。お、御意にござります。そうかそうかそうか。名を何と申す。聖子と申します。うん、年はいくつじゃ。18にございます。18か、かわいいやつじゃの。御意に召しました。名を何と申す。純子と申します。年はいくつじゃ。22にございます。かわいいやつじゃの。御意にございます。名を何と申す。はい、沙織と申します。今年でいくつじゃ。16です。俺の目が知らなとでも思ってるのかい。毎回毎回若くなりやがって。これだけが楽しみ。申し訳ございません。しかし殿、おなごに関しては殿お目がたくござりまするな。まあそりゃそうだ。本当偉いわ。ああ、さようでございまするか。これじ、近寄れ、近寄れ。ほ、苦しゅうない、表を上げ。ほ。絞り出したという感じのな。おも、なんたる醜態でござりまするか。殿ともあろう者が家臣の前に尻をつけ出し奉仕をするとは何たるざま。おさまが火を引っ張ならいけねえ。そんな風物の恐れ入りましてございます。しかし殿、殿の奉仕は素晴らしい香りでござりまする。あ、それそうだ。人いうものが違うよってな。はあ、私はこの年になるまでな、はあ、若いおなごの手というものを聞いたことがない。そういうことございまするか。ぜひ聞いてみたいもん。頑張って一発に絞り出してみる。はい、では頑張ってみます。頑張ってみます。なかなか可愛い日じゃの。お願いしました。いいぞ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 。純子とやら、ちょっと垂れてみ。私にはとてもできません。
一つのイメージを大事にしてると後々後悔するんじゃねえか。そろそろイメージチェンジもいいんではないのか。頑張ります。頑張るそうだ。それに聞かせてみる。ではやればできるではないか。気に入ったぞ。お前も垂れてみる。はよせんか。あのもう済みました。すかしたな。すかし手がくせえってことを知ってるのですか。たたくばくせえよ。何食ってんだおめえ。参ったな。